はい、えー、これはコリン・モリカワ選手のロブショット、距離が短い時のロブショットの打ち方なんですけども、えー、このようにもうフェースを開いて左足体重にして、もう最初から最後までのこの手首の、右手の手首の角度ですね。どうしてもやっぱ球を上げに行ってしまうと、えー、右手の手首がインパクトの時に返ってしまって、飛んでしまうっていう状態なんですけども、こっからですね、このトップの形のまま、 スッと体の回転でで抜いていてくような感じですねこれもやはりボディーターンがないとここまでやっぱきちっとフェースのローテーションをなくあのできないと思うので、えー、距離がない分、えー、小さく振るんですけどもボディーターンはしっかりして手の動きを少しコンパクトにしていくっていうイメージだとやりやすいと思うのでやってみてください。